はい、本日は、大井発電所3・4号機の再起動の問題につきまして、国民の皆様に私自身の考えを直接お話をさせていただきたいと思います。4月から私を含む4大臣で議論を続け、関係自治体のご理解を得るべく取り組んでまいりました。 夏場の電力需要のピークが近づき結論を出さなければならない時期が迫りつつあります国民生活を守るそれがこの国論を二分している問題に対して私が寄って立つ唯一絶対の判断の基軸でありますそれは国として 果たさなければならない最大の責務であると信じていますその具体的に意味するところは2つあります国民生活を守ることの第一の意味はそれは時代を担う子どもたちのためにも福島のような事故は決して起こさないということであります福島を襲ったような 地震・津波が起こっても事故を防止できる対策と体制は整っていますこれまでに得られた知見を最大限に生かしもし万が一すべての電源が失われるような事態においても露心損傷に至らないことが確認をされていますこれまで1年以上の時間をかけ IAEA、e、や 原子力安全委員会を含め専門家による40回以上にわたる公開の議論を通じて得られた知見を慎重には慎重を重ねて積み上げ安全性を確認した結果でありますもちろん安全基準にこれで絶対というものはございません最新の知見に照らして常に 見直していかなければならないというのが東京電力福島原発事故の大きな教訓の一つでございましたそのため最新の知見に基づく30項目の対策を新たな規制機関のもとでの法制化を先取りして期限を区切って実施するよう電力会社に求めていますその上で 原子力安全への国民の信頼回復のためには新たな体制を一刻も早く発足させ規制を刷新しなければなりません速やかに関連法案の成案を得て実施に移せるよう国会での議論が進展することを強く期待をしていますこうした意味では実質的に安全は確保されているものの 政府の安全判断の基準は暫定的なものであり、新たな体制が発足した時点で、安全規制を見直していくこととなります。その間、専門職員を要する福井県にもご協力を仰ぎ、国の一元的な責任の下で、特別な監視体制を構築をいたします。これにより 先の事故で問題となった指揮命令系統を明確化し万が一の際にも私自身の指揮の下政府と関西電力双方が現場で的確な判断ができる責任者を配置をいたしますなお大井発電所3・4号機以外の再起動については大井同様に 引き続き丁寧に個別に安全性を判断をしてまいります国民生活を守ることの第二の意味それは計画停電や電力料金の大幅な高騰といった日常生活への悪影響をできるだけ避けるということであります豊かで人間らしい暮らしを送るために安価で安定した 電気の存在は欠かせませまんこれまで全体の約3割の電力供給を担ってきた原子力発電を今止めてしまってはあるいは止めたままであっては日本の社会は立ち行きません数パーセント程度の節電であればみんなの努力で何とかできるかもしれませんししかし関西での 15 10%もの需給ギャップは昨年の東日本でも体験しなかった水準であり現実的には極めて厳しいハードルだと思います仮に計画停電を余儀なくされ突発的な停電が起これば命の危険にさらされる人も出ます仕事が成り立たなくなってしまう人もいます 働く場がなくなってしまう人もいます東日本の方々は震災直後の日々を鮮明に覚えておられると思います計画停電がなされうるという事態になればそれが実際に行われるか否かにかかわらず日常生活や経済活動は大きく混乱をしてしまいます